スバル・ステラ。ステラ、ステラは、スバル、旧、富士重工業が販売する軽トールワゴンである。製造は、初代モデルのみ、富士重工業、2代目以降は、大発工業。ステラは、プレオの後継者に近い存在として発売されたが、ステラ発売後もしばらくプレオは、併売された。楽しい関係空間をコンセプトとし、広い室内空間を実現した。 従来の走りやプレミアに重点を置いた路線から、メインターゲットを女性にシフトして1000名以上からアンケートを取り、乗り心地の向上に加え、ベビーカーの乗せやすさ、鉱石への乗りやす、チャイルドシートへの乗せやすさ、鉱石赤ちゃんへのアクセスなどに重点を置いて、開発された。衝突安全性と実燃費の向上も図られ、ナスバ発表の衝突安全性総合評価では、 運転席5世位、助手席6世位の評価を受けている。また、2008年5月発売の特別使用者には、カタログに新燃費計測基準である C08 モード走行燃費を併記。なのに WD 車で 21.0kmL JC08 モードを実現し、平成27年度燃費基準をガソリン車として初めて達成した。また、 同社の 660cc の軽自動車にすべて OEM 車両を除く搭載されていた直列4気筒エンジン、同社の OEMA である四輪独立サスペンション、前後ストラット式も採用され、フルタイムオードモデルも存在していた。プラットフォームは R2 とほぼ共通。内装やエンジンルーム、メーターパネルなどにベースとなった R2 の面影が残る。プレオのチン化と R2 がメーカーの交算ほどヒットしなかったことから急遽開発指示され、設計開始から発売開始まで1年足らず、わずか11ヶ月という異例のスピードで開発された車種である。なお、プレオでいうスマートルーフ車のような仕様は存在せず、どのグレードも機械式立体駐車場、制限高 1550mm までの一般的なものへは入庫はできない。 また、2009年6月4日には、電気自動車、プラグインステラが正式発表された、後日、R2、R1 の生産、販売終了後は、同社で自社生産している、唯一の軽乗用車であったが、初代モデルは2011年4月末にオーダーストップ、および生産を終了。そして同年5月下旬をもって、販売を終了した。 初代モデルの販売終了直後に販売を開始した2代目。モデルは、ダイハツ工業からの EM モデルとなり、2014年12月に、ベース車のムーブのフルモデルチェンジに合わせて、フルモデルチェンジを行い3代目となった。なお、自社生産を行っていた初代から、現行の3代目まで常用モデル見の設定となっており、商用モデル、K ボンネット版は設定されていない。 2006年発売開始当初のラインナップは標準モデル LLX とカスタム RRS の2系統でスタートしたが2011年3月の段階では標準モデル LLS、カスタム RR リミテッド RS、リベスタ S の3系統だった。生産は群馬製作所本工場が担当。内装色は基本的に標準モデルがベージュ。 カスタムがブラック、リベスタがブロンズ色加色付けブラックを採用。外装は、標準モデルはシンプルなデザイン。カスタムは専用のグリルや、バンパー、4等式プロジェクターヘッドライト、大型フォグランプを採用して、デザイン面で差別化を図っている。リベスタは、カスタムのデザインをベースに、専用バンパー、フロントグリル、ブルーリフレクターヘッドライトなど、インテリア、 専用シート表皮などを採用。また、C 型よりカスタム、リベスタに、クールなインテリアを演出する、青色 LED、間接照明付きオーバーヘッドコンソールが設定された。タコメーター、マフラーカッターは L を除く前車に、標準装備。トランスミッションは、ICVT と5速、MT、L グレードのみ、選択肢であり、エンジンは、 全車直列4気筒 DOHC16 バルブ。ヘッドライトは、標準モデルのハロゲンタイプが2等式マルチリフレクター、HID タイプが2等式プロジェクター、カスタムとリベスタが4等式プロジェクターとなっている。動力性能を向上させた、LS、カスタム RS、リベスタ S には、インタークーラー付きスーパーチャージャーと、フロントスタビライザーが搭載され、さらに、 スポーツ色を強めたカスタム RS、リベスタ S には ICVT の変速プログラムに加速性能を向上させたスポーツモード独立三眼エレクトロルミネセントメーターが標準装備されている。使用燃料は全てのグレードでレギュラーガソリン仕様である。富士重工側は2010年度の販売台数を前年比6割減と見込んでいた。 しかし、実際は予想を上回る販売台数であったため、販売計画を情報修正した。この時すでに2011年2月頃の生産終了が予定されていたが、独自のメカニズム、全グレードに一連の軽トールワゴンとしては大変、貴重な四輪独立喧嘩及び四気筒エンジンを採用し、上位グレードにはさらにスーパーチャージャー等を採用したことが挙げられる。 こだわりのある熱心な搬送による駆け込み需要であったと思われる。このことは2010年6月初頭にメディアで報じられた。この台からは前説の通り初代発売以来5年間続けられてきたスバルでの自社生産ではなく2008年4月10日に発表されたトヨタ自動車ダイハツ工業以下ダイハツとの業務提携強化の一貫してダイハツムーブ 五代目をベースにバッジエンジニアリング、OEM 供給を受けたモデルである。生産は、ムーブ同様に、ダイハツ工業志賀工場、第二地区もしくは、京都工場。二代目は、ベース車のムーブに倣い、ノーマルタイプのステラと、スポーティータイプのステラカスタムの二タイプを設定した。また、先代に存在していたリベスタは廃止された。ステラでは、 クリアタイプのフェンダーターンランプに変更され、メーターはシンプルで視認性に優れた大型一眼メーター l、L l ミテッド、アイドリングストップには、メーター右側に、アイドリングストップ専用マルチインフォメーションディスプレイを、追加、ヘッドランプには、マルチリフレクターヘッドランプを備える。ステラカスタムは、ブラックの内装色でメーターは中央にエコリンゲージ、エコドライブドを歯の形状の変化で知らせる。 平均燃費、渡航可能距離、外気温を切り替え表示する、マルチインフォメーションディスプレイを配置した二眼、ルミネセントメーター、カスム RS は、エコドライブ時、メーターのエッジライト色が白からブルーに変わる、ブルーエコシグナルメーター付け、ヘッドランプは、LED イルミネーションを内蔵した、プロジェクター式 HID ヘッドランプを備える。なお、後期型ではカスタムにおいて、ルミネセントメーターが、 タコメーター付けのサンガ眼ンメーターに変更された。2013年10月に追加された LS もタコメーター付けのサンガ眼ンルミネセントターを装備するが、アンバー色、シルバーメーターリング付け仕様となる。カスタムは、ブルー色、メッキ調メーターリング付け仕様。ムーブ同様、横開き式バックドアを採用した最後の K、トールワゴンである。発売当初のグレード体系は、ステラは、 L, m o v L 相当と L リミ m ッド、アイドリングストップ同 X 相当の2グレード、ステラカスタムは R, m o v カスタム X 相当、R リミテッド S, m o v カスタム X, リミテッド相当。ただし、メモリーナビゲーションが装備されない代用に、RS に装着される15インチアルミホイールが標準装備という違いがあり、装備差により価格が異なる。 R リミテッド、アイドリングストップ、同 G 相当、2011年11月の一部、改良後は、同 X リミテッド相当の3グレードが設定され、ムーブの X リミテッド相当のグレードは、ステラでは設定されなかった。カスタムのターボ車、RS、ムーブカスタム、RS 相当も当初は設定されなかったが、2011年8月に追加設定された。 後期型では新たに、L スマートアシスト、m o v LSA 相当、L リミテッドスマートアシスト、同、XSA 相当、カスタム R スマートアシスト、m o v カスタム、XSA 相当の3グレードを追加する。一方、カスタム R リミテッドを廃止。このため、m o v カスタムの、X、リミテッド、X、リミテッド SAA に相当のグレードは設定されない。 2013年7月にはカスタム RS スマートアシスト、ムーブカスタム、RSSA 相当を追加。同年10月にカスタム RS と同じターボエンジンを搭載したステラのターボ車、LS、ムーブ X ターボ相当、LS スマートアシスト、同、X ターボ SA 相当を追加した。前期型は運転席、シートリフター、チルトステアリング、ムーブでは、L。 X は、非装備。カスタム X は、チルトステアリングのみ。非装備、フロントスタビライザー。カスタム RS は、体型タビライザー。クリアーレンズサイドインカーが、標準装備されているほか、L はムーブ。L では、オプション設定不可能。ナノエ、ナノイ、e、ーディフューザーもオプション設定されていい。L リミテッド、アイドリングストップは、ステアリングホイールが、ムーブ。 X の革巻きからウレタンに変更され、オーディオレス仕様となる。これ以外にもメーカーオプションの設定にも違いがある。後期型では、L 以外の全グレードで、オーディオレス仕様に、L は、前期型同様、チルトステアリングと運転席、シートリフターが、標準装備、ムーブ、L は、非装備され、カスタム R、カスタム R スマートアシストは、ステアリングホイールが、本革巻きに変更。 ムーブカスタム X, X、XSA は、ウレタン、カスタム RS、カスタム RS スマートアシストは16センチメートル、リアスピーカーが、標準装備される、ムーブカスタム RS、RSSA はオプション設定。外観は、前期型ではダイハツから OEM 供給を受けている、スバルの軽乗用車と同じく6連製、むつらしの、 CI マークや社名エンブレムの変更を行い、ステラカスタムはフロントデザイン、クリバンパーを変更した程度で大きな差異がなかったが、後期型ではステラにスバル社の共通デザインとなっているヘキサゴンモチーフのフロントバンパー開口部をステラカスタムにダーク色でハニカム基調のテクスチャーをクリアパーツで折った専用デザインのフロントグリルやブラック塗装の大型ホグランプカバー、 ステラより大型化したヘキサゴンモチーフデザインのフロントバンパー開口部を採用し、ムーブ、ムーブカスタムと一層の差別化を図った。2013年10月に追加した LS1 ムーブ、X ターボ同様、ボンネットダクトが備わる。ボディカラーはムーブと異なるラインナップとなっており、発売当初はダイハツでは2代目タントに設定されているファインブルーマイカメタリックを ステラ専用カラーとして設定されてをムーブ専用色のホワイトとムーブカスタム専用色のブロンズオリーブパールメタリックオプションカラーマイナーチェンジに伴い2012年12月で廃止はステラでは設定されない当初はアーバンライトブルークリスタルメタリックオプションカラーもステラでは非設定となっていたが2011年8月の カスタム RS 追加発売に合わせて、ステラカスタム専用色として追加され、後期型では、標準仕様のステラでも設定できるようになった。シルキーマルーンクリスタルメタリック、オプションカラーも2011年8月に追加設定されたが、マイナーチェンジに伴い2012年12月で廃止した、ムーブでは2013年10月の一部改良に伴う廃止まで継続設定された。 その他、後期型ではこれまで、ステラ専用色だった、シャンパンゴールドタリックイーが、ステラカスタムでも設定できるようになり、ステラカスタムは専用色の、スパークリングオレンジクリスタルメタリックに変わり、新色のタングステングレーメタリックを設定した。2013年7月に、ムーブ側で、ボディカラーの差し替えが行われた関係で、ステラ専用カラーが、ファインブルーマイカメタリックから、 ヤンパンゴールドメタリック E となった。同年10月には、ファイアークオーツレッドメタリックと、プラムブラウンクリスタルマイカ、オプションカラーの2色を追加したが、後者はステラのみの設定である。ステラ専用カラーの、シャンパンゴールドメタリック E が設定されているため、ムーブの場合はカスタムでも、設定可能である。2代目に引き続いて、ムーブをベースに、 OEM 供給を受けるモデルでベース車であるムーブの6台目へのフルモデルチェンジに合わせて3台目へフルモデルチェンジした。ノーマルタイプのステラとスポーティータイプのステラカスタムの2タイプ構成は2台目、引いては歴代ムーブから踏襲される。ステラはリアコンビランプを縦型3本の同光線デザインに変更したほか内装はダークグレーホワイト。 グレージュの3等ンインテリアを採用しており、ブラック内装のブラックインテリアセレクション、ムーブでのブラックインテリアパックに相当オプションで設定、フォンオプションを設定した場合、メッキインナードアハンドルが追加されるほか、L、L スマートアシスト、G、G スマートアシストには本側巻きステアリングも追加される。また、大型メーターにはタコメーターが追加された。ステラカスタムは、 ヘッドランプに加えて、クリアランスランプや、フォグランプも LED 化され、専用仕様のリアスポイラー取り上げートを採用。メーターは2番メーターに、軽自動車発となる4.2インチ、TFT カラー液晶のマルチインフォメーションディスプレイを搭載し、インパネガーニッシュは、ヘアライン調シルバーを採用した。また、バックドアは2台目の横開き式から、初代と同じ、跳ね上げ式に戻された。 発売当初、グレード体系はステラは、L、ムーブ、L 相当、G、銅、X 相当、GS、銅、X ターボ相当の3グレードを、ステラカスタムは、R、ムーブカスタム、X 相当と、S、銅、RS 相当の、敬語グレードを基本としており、全グレードにスマートアシスト付けグレードを設定する。ステラの、G と GS は、 もともと、2014年5月に発売された2代目の特別使用車のグードマとして用いていたが、3代目では、L l ミテッド、LS に代わるカタロググレードに昇格した。ムーブカスタムに新設された、ハイパー K グレードに関しては、ステラカスタムでは単独グレード名としては設定されないが、ムーブカスタム、ハイパー K グレードの専用装備品をひとまとめにした、セットオプション。 プレミアムセレクションが代わりに設定される。2016年6月の一部改良により、ステラの GS スマートアシスト付け仕様を含むが廃止。Move, X ターボ、X ターボ SAE は継続設定。2017年8月のマイナーチェンジにより、X ターボ SAE のみとなる、ステラカスタムにエントリーグレードの F、Move カスタム、X。 スペシャル相当が追加され、ステラカスタムは3グレードとなった。2017年8月のマイナーチェンジで、ステラの G、ステラカスタムの F、R、RS が廃止され、ステラは L、L スマートアシスト、Web、LSAE 相当、G スマートアシスト、d XSAE 相当の3グレードに、ステラカスタムは R スマートアシスト、 ムーブカスタム X リミテッド s a e 相当と RS スマートアシスト同 RS ハイ s a e 相当の2グレードの稽古グレードとなった。装備内容は2台目とは異なり6台目ムーブと基本的な装備内容を共通化した。これによりムーブとステラの車両本体価格の価格差がなくなり同一価格となった。ただし メーカーオプションの設定範囲がムーブよりも絞られており、ムーブでは設定できるメーカーオプションの一部装備がステラではグレードにより、メーカーオプション設定を設けていない備えがある。外観は2台目、後期型同様、6連製の CI マークや社名エンブレムの変更に、加えてステラ専用のデザインが与えられている。前期型はステラは、 フロントグリルをダークメタリック塗装とメッキ加色を施した3本ラインデザインとなりフロントバンパーはスバル社の特徴であるヘキサゴンモチーフを継承した造形を採用ステラカスタムはフロントグリルをスモーク調のアクリルタイプとなりフロントバンパーはヘキサゴンモチーフデザインの開口部を採用したデザインを2台目から踏襲しフォグランプカバーも L 字のメッキアクセントを採用した 専用デザインとなった。後期型では、ステラカスタムでデザインが変更され、フロントグリル,ルは直線基調の造形としたダークメッキ仕様となり、フロントバンパーを新デザインに変更。ヘッドランプは多灯式 LED、ハイロービームとなった。また、カスタム RS スマートアシストでは、LED ライナーを装備し、15インチアルミホイールのデザインを変更した。 ボディカラーは2代目同様、ムーブ専用色のホワイトがステラでは設定されない違いがあるものの、これ以外のカラーは発売当初はムーブと共通化された。また、ムーブで新設定となった2トーンカラーは、ステラでも同一のカラーバリエーション。ステラは2色、ステラカスタムは5色で設定可能であったが、2016年6月の一部改良により、ステラカスタム専用。 カスタム F を除く設定となった。ステラはイタリア語で星の意味。リベスタは RE、e. ベスタの造語。ベスタは太陽系の火星と木星の間にある小惑星の一つであり、他の小惑星に比較して格段に明るいため、古代ローマのロの女神ウェスタにちなんで名付けられた詳細はベスタ、小惑星を参照。 明るく輝くベース車がカスタマイズによって改めて輝きを増しているという意を込められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。